例えばとかもしもの話だとかありえないのかな。君の夢をまだ見る目覚め、ピクピクやまないのにそばにいたね。そう二人は確かにこの場所にいた。信じてたわけじゃないけど言いたかった好きだよねえ。また、夏までに帰ってくるので皆さんまたその時も聞いてください。ありがとうございました。